皆さんごきげんよう、土井甲州です。今日は山梨で採ってきたばかりのこちらの洋酒山ごぼうを使って書を書いてみたいと思います。昔から染め物にも使われるこちらの洋酒山ごぼうですが、半紙に書いてみたらどんな色が出るんでしょう。今回使用するものは、先が摩耗してしまった筆と牛乳パック、そして洋酒山ごぼうと半紙です。さあ、この洋酒山ごぼうですが、手についてしまうと本当に色が落ちません。ですので、このように切った牛乳パックの中に入れますよ。ではこちらの筆で潰していきたいと思います。ぐじゅっとね、こうやって潰していきますよ。この時に潰れた液が自分にかからないように注意してくださいね。水を入れた方がいいのかなと思ったのですが、なかなかこの色綺麗ですよね。今日は水を加えずに、本当のこの洋酒山ごぼうの色だけを使ってやっていきたいと思います。さあ、潰れました。いかがですか。なかなかいい匂いがしますね。さあ、では半紙に書いてみたいと思います。いろいろな紙を試してみた結果、こちらの金用のロール紙がとっても綺麗な色が出るので、まずはこちらでやってみたいと思います。いかがですか。墨とは違ってとっても綺麗な色ですよね。次は一般的に漢字で使う半紙に書いてみたいと思います。かなりにじみが出ますね。さつまいもみたいな美味しそうな秋が描けました。今日は洋酒山ごぼうを使って秋という字を書いてみました。書道というと墨だけで書くものというふうに思い込んでいる人も多いと思うのですが、実は他のものでも書けるんですよ。身の回りにあるいろいろなものを使って書を楽しんでみてくださいね。